甘えさせて
改めましてラテックスです。よろしくお願いします。まあ、僕たちは普段はこの宜野湾、ね、宜野湾周辺でライブをすることもあるので、今日は初めてこう那覇でやるということで、すごくドキドキしております。まあ、今騒ぎましたけど、今日ちょっと元気ある系のバンドが揃っているので、ちょっと今日はおとなしく行こうかなと思っておりまして、もう、これ以上の盛り上がりはないんです。この先はこの先全部ちょっとゆったりみたいな感じなので、まあゆっくり楽しんでもらえたらいいなと思います。次の曲に行きましょうね。はい、ここ国際通りで起こった私の、ね、出来事を元にした曲でございます。メモリーズという曲を聴いてください。Thank you.
ちは龍大フォーククラブというサークルに所属してるんですけど、そのフォーククラブのですね、ツアー今日が3日目で、明日4日目が G シェルターですね、ギロアンの G シェルターで、で、明後日5日目が最終日で、それがギロアンのヒューマンステージがありますので、皆さんぜひそちらも足を運んでいただけたらなと思います。そんな好きじゃないですけど、今川島海香ちゃんが好きなんですけど、で、その、
ね、あの散々この日本をこう荒らし回った挙句、わずか1年ほどの活動をもってして突然のデフチャツ結婚で、ほぼ芸能界引退という、今ブログやってるらしいんですけど、もう子育て日記みたいなのやってもう全然つまんないです。あのね、そういうあの人をがっかりさせる人生では歩みたくないなと僕は思いまして、意味わかんないですけど全然。で、まあ次で最後の曲です。そんなリアリゾンと、そして皆さんにお別れを告げる曲です。さよならリアリゾンという曲を聴いてください。バカになる、バカになる、バカになる、暴れない。
イツ取ります、やります。Thank you.
you
買いに行きました。最近サウンドハウスで買ったばっかりで、ah.
Thank you.
ていただきます。よろしくお願いします。本日は、ドキドキ、沖縄横断ツアーに来ていただきありがとうございます。Thank you.
井田和知と言います。よろしくお願いします。今日は雄大フォーククラブのゴールデンウィークツアーで対してドキドキ沖縄横断ツアーで今沖縄ゴールデンウィーク使って沖縄でツアーをやっております。明日も、ライブがあるので暇な人はぜひ来てください。場所は、G シェルターでいろんなフォークのオリジナルバンドが出ますんでよろしくお願いします。あと告知なんですが、自分たち6月6日に K マインドで、ライブをします。よかったらそっちの方も来てもらえたら嬉しいです。
だけの区別し数並べを繰り返すから箱で結ばれてしまった少しだけ壊れて箱の中に閉じ込めて愛で気が付くリンクの中で
Yeah.
CD をリリースしました。でそれで、今日持ってきてあるんで、ね、みんないろんな思いが込められる、CD 聴いたら分かると思います。よかったら手に取ってみてください。お願いします。ライブを通じていろんな人に出会ってでいいライブをしていければなと思います。最後までよろしくお願いします。Yeah.
ありがとうございます。次の曲、次から、次の2曲やるんですけど、インパクトという CD に入ってます。本当に、高校生の時に作ったんだけど、それなりのいろんな思いを詰め込んだ曲です。聴いてください。
次で最後になるんですけど、自分たちこれからもみんなでこうライブハウスでいろんなとこ回ったりして、いろんな人と音楽楽しんでいきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後も、最後のバンドも絶対やばいバンドだと思います。最後まで楽しんでいってください。ビスターです。ありがとうございました。Yeah.
Thank you.